こんにちは、ウッディービルです。今回もですね、こちらですね、島田さんのですね、ホルモン島田さんの生の焼肉のタレですねを使って、お肉を焼きたいなと思います。でお肉はですね、本当あの安物の見切り品です。で私あのお肉のですね、市場の仕事をやってたことがあったんですけど、その時に教えてもらったんですけどね、お肉っていうのは新しいと硬くてですね、血が残ってて食べられないそうです。それで要はですね、お肉屋さんに流通するまでにですね、血抜きがされてだんだん柔らかくなって美味しくなるということなんですね。で極端な言い方されてましたけど、本当に悪くなる寸前が一番柔らかくて美味しいそうです。ですから私はですね、スーパーの、輸入の牛肉のカルビをですね、見切り品を買ってきました。でそれにですね、このタレですね、生だれを大さじ2杯あと胡椒を大量に入れてます。それとですね、ごま油ですね、ごま油を大さじ1杯入れてます。それで漬け込んだものですね、はい、これをですね炭火で焼きたいなと思います。もし味が足りなかったらですね、これをもう一度かけて食べればきっと美味しいんじゃないかなと思っております。はい、早速焼いていきたいと思います。ホルモン島田さんのですね、生の焼肉のタレですねにほんの少しだけ漬け込んだものです。うわ、これすげえでっけえな、切れてないっすねこれ、はい、すごいなこれ本当に。これちょっといっぺんに焼いちゃうと私食べきれないんで、ちょっと加減してやがないとダメそうですね。これなんかすごい切れてないし、なんかのコマーシャルみたいですね、切れてないって困ったもんですね本当にね、バカなジジイで申し訳ありません。まあ見切り品とはいえどですね、別に変な匂いするわけでもない、このぐらいにしときましょうね、食べきれないですねそんなにやっても、はい。いや前回に引き続きですね、これ楽しみですね。これカルビなんでものすごいやっぱ油が多いんで煙がすごいですね。この焼けたところからですね、先にちょっといただいてみたいと思います。ちょっと他の肉はよかしておかないとですね、丸焦げになってしまうと思うので、とりあえずちょっと少ないですけど、これぐらいだけ先食べたいなと思います。はい、いただきます。ん？安いお肉をですね、こういう美味しいタレで食べるとですね、もう3倍ぐらい美味しいってよく言うじゃないですか。これマジうまいっすね。これお金の料理でちょっと使いたくないぐらい美味しいです。ちょっと笑いが出ちゃうぐらい美味しいですねこれ。うん、めちゃめちゃうまいっすね本当。あ、ちょっと焦げちゃったな。YouTube でですね、過去に私やってたのはテントの設営とか、キャンプギアの紹介ばっかりやってたんですよね。でお料理はもうやってる方がいっぱいいたんで手を出さなかったんですけど、今回ですね、私が数ヶ月前からですね、俺のキャンプ飯っていうのを始めたんですね。そしたらこの島田さんの方からですね、商品ご提供いただいて、本当にですね良かったです。このタレはですね、ひいき目抜きに、今うちにですね、実は私焼肉好きなんで、タレ 5、6種類うちにあるんです、常備してるんですね。もうあれですね、もうダメですね、これだって一回使っちゃうと他の焼肉のタレはもう使えないと思いますよ。本当に美味しいです。はい、美味しくない安い肉でも
美味しいですね。タレを使えばめちゃくちゃ美味しい焼肉になる。本当のことです。本当に美味しいです。ひいき目抜きですよ。マジうまいです。なんか焼肉屋さんで食べてみたいな感じです。はい、煙ひどいですけどすいません、画像がちょっと煙っぽいですが、はい。もしよろしければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。